ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近は科学技術もかなり発展し、そのおかげでこれまでわからなかった謎も、どんどん解明されつつあるよな。確かに、昔じゃ考えられなかったことも今になってわかるようになった。なんてことは結構多くあると思うわ。やっぱり科学技術の発達って本当にすごいことなのね。そんな謎めいた古代の謎たちだが、それには当然小さなものから大きなものまで多くある。世界中の科学者たちの頭を悩ませている考古学的謎は科学技術が発達した今でもたくさん存在しているんだぜ。その考古学的発見ってとても気になるわね。マリサ、その話もっと聞かせてほしいんだけど。よし、じゃあ今回は近年解明された考古学的謎について話をしていこう。それでは今日もゆっくりしていってね。まず紹介するのはアーサー王誕生の地にあるとされる要塞遺跡だぜ。アーサー王ってどんな人だっけ？アーサー王は中世の英雄でブリテンを統一し、その正義と勇気で民を守った王とされている。彼の元に集まった円卓の騎士たちと共に、様々な冒険や戦いを経験したとされているぜ。中でも特に有名なのが、聖杯探求というものだな。ブリテンって今で言うイギリスのことだよね。そんなアーサー王が生まれた地とされている場所に要塞があるなんて、それはどこにあるどんなものなの？これはイギリスの南西部にあるコーンウォール州の、ティンタジェルという行政教区から30分ほど歩いたところに存在している。このティンタジェルは透き通った何かが見られる場所で観光地としても人気があるんだぜ。透き通った何かっていうのは気になるところね。そんなティンタジェルではここ最近、遺構と出土品が発見されて大きな話題となっているんだ。実はこのティンタジェルこそがアーサー王が生まれたと言われている場所とされているんだぜ。ティンタジェルには大きな謎が潜んでいる気がするわ。ここには何かアーサー王を思わせる痕跡とか残っているのかしら？2016年の夏、ここから様々なものが出土されて世界から注目を集めているんだ。その中には石造りが施された要塞の跡だったり、現在のトルコから持ち込まれた高価な品々が見つかっていてだな。これらはすべてローマ帝国が崩壊した西暦400年よりも後に持ち込まれたことがわかっているんだぜ。アーサー王が生まれたとされるティンタジェルでそんなものが見つかっているのは奇妙でしかないわ。そりゃあみんなが注目する理由も納得できるよ。だが伝説の偉大なアーサー王との関係はもちろんだが、実はこれ、考古学的にも信じられないほど重要な発見だったというんだ。歴史的文献において、アーサーという名の指導者に言及している最古の記述は、5から7世紀に起こった出来事と関連したものである。ティンタジェルの要塞が建設されたのもこの時期だと考古学者によって考えられているぜ。つまりこのティンタジェルで見つかった要塞が建設されたのも5から7世紀頃と考えられているのね。ああ。当時、この一帯はケルト系ブリトン人の王国ブムノニアの重要な拠点だったと考えられている。そもそもブリトン人の拠点だという証拠が初めて発見されたのは1930年代のことだった。しかし1930年に調査を主導していた考古学者の C.A. ローリー・ラドフォードの自宅が、第二次世界大戦中に空爆されたことで科学的な成果は発表できなくなってしまったんだぜ。そんな、その後調査が再開されることはあったのかな？それから1990年代にはラドフォードが行っていたティンタジェル遺跡の発掘が再開され、そこでは地中海や世界各地から運ばれた見事な陶器やガラス製品が見つかっているな。さらにそこから20年以上経って英国の史跡保護機関イングリッシュヘリテージの支援によって、研究者はティンタジェルに戻り、5年に及ぶ発掘プロジェクトに取り組んでいる。途中で中断があったりするものの、随分と長い間調査が行われているのね。そもそもこの発掘調査の目的っていうのは一体何なのかしら？それはシンプルにこの時代にティンタジェルで何があったのかを明らかにすることだろう。なんせこの時代は資料や根拠もないまま暗黒時代と呼ばれたり、単にサブローマン時代、ポストローマン時代と呼ばれたりしていたからな。なるほどね。一体、当時ティンタジェルに住んでいた人々はどのように暮らしていたのか、何が起こっていたのか、確かにそのあたりは気になるところだと思うわ。その後も当然、発掘調査は続けられたのよね。ああ、この後の発掘調査はこれまで遺跡の未発掘だったエリアを中心に行われた。なんとそのエリアから発見された道上の溝はわずかだったが、厚さ1メートル超の巨大な岩壁も見つかったんだぜ。その岩壁は当時すでに知られていた他の構造物と比べても、はるかに頑丈なものだということも確認されているな。そんな奇妙なものが、さらにティンタジェルからは100を超える出土品が発見されている。それらは東ローマ帝国の海辺から輸入された贅沢な品々が、英国の岬まで運ばれていたことを明確に示していると考えられているぜ。確かにこういう出土品が何よりの証拠になると思うわ。でも、ということはブムノニアの人々もこの高級品と引き換えに何かを売っていたはずよね。それは何だったのかはわかっているのかな？
それについては、例えば地元産の鈴だったと考えていて、その他にも奴隷や狩猟用の犬だった可能性もあると考えられているぜ。そうなんだね。この遺跡で発見された品々はアーサー王との関連性があるに違いないと思うわ。だが実はそれについて当時イングリッシュヘリテージで史跡に関する上級研究員を務め、現在はカーディフ大学の考古学者のスーザン・グリーニー氏という人がいるんだが、彼女はアーサー王伝説と今回テンタジェルで発見されたものとの関連をはっきりと否定しているぜ。どうして？グリーニー氏は、アーサー王との関連性があっても、それは純粋に文学的、伝説的なものです。アーサーを探すことを目的とした研究プロジェクトに私たちが着手することは絶対にありえません。と言っているな。そういうものなのか。まあでも専門家である考古学者が関連性を否定しているならそういうことなのかもしれないわね。さらに2016年初めにはこのイングリッシュヘリテージが、専門家から批判を受けていたこともあってだな。何でも遺跡がある崖にマーリンという、アーサー王伝説に登場する魔術師の肖像を掘るように依頼したことがわかっているんだ。それはつまりアーサー王とテンタジェルの関係性を、無理やりこじつけようとしたかもしれないってこと？そういうことだ。それを踏まえてグリーニー氏は5年間のプロジェクトの目的は、古代ブムノニアにおける国際的な生活を、より深く理解することにあると強調しているんだぜ。古代ブムノニアにおける国際的な生活って、具体的にはどんなことなのよ？例えば彼らはどんな人々だったのかとか、何を交易していたのかとか、あとはテンタジェルのような海岸沿いの交易地の多くが、なぜ7世紀に放棄されてしまったのかを明らかにすることとかだな。なるほどね。確かにこうやって見ると本当に分かっていないことっていっぱいあるもんね。だがこのようにアーサー王は単なる文学上の存在に過ぎないと一蹴する学者がいる一方で、違う見方をする学者もいるのも事実だ。ほう、それは誰なのかしら？アメリカのミシシッピ州立大学の歴史学教授であるスナイダー氏という人だぜ。スナイダー氏は、アーサー王が存在していた証拠はありませんが、アーサー王が存在しないという確たる証拠も存在していません、と語っているな。さっきのグリーニー氏とは反対の意見を述べているわね。さらにスナイダー氏は、歴史家が信じるか信じないかに関わらず、中世の人々はほぼ全員が史実としてのアーサー王の存在を信じていました。その神話には、大きな可能性が潜んでいます、とも話している。アーサー王は現在に至るまでその正体が明らかになっていない謎の存在なんだなって思ったわ。そんなアーサー王だが実は中世に生きた人々のほとんどが、現実としてアーサー王は存在していたと考えていたとされているんだ。現にアーサー王とテンタジェルを関連させる神話や伝説は12世紀頃広く浸透していたんだぜ。そうなの？そのきっかけとかって何かあるのかな？きっかけは中世イングランドのキリスト教聖職者で歴史家でもあった、ジェフリー・オブ・モンマスが著作ブリタニア列王史にある、そこにはアーサー王の功績について詳しく紹介されているんだぜ。それは気になるわね。一体どんな内容が記されているのかしら？ジェフリーが残した内容によるとアーサー王の母親はテンタジェルで、アーサー王を身ごもったとしていてだな。また父親はユーサーペンドラゴンというブリタニア王でもある人物で、彼は魔術師マーリンの力で地元の支配者へ姿を変え、その妻と関係を持ったとされているんだ。アーサー王のお父さんとお母さんについての話だね。それでそれで？それから1世紀ほど後にイングランド王ヘンリー3世の弟である。コーンウォール伯リチャードがテンタジェルに城を建てたんだ。しかしこれは自分たちとアーサー王家との由緒を強固なものとするためだったと考えられているぜ。さらに14世紀、イングランドの王たちはこの伝説を当たり前のように、重要なものとして扱うようになっていたとされている。そのため円卓のレプリカを作りアーサー王伝説の催しを行いアーサー王ゆかりの勲章を創設したんだな。なるほどね。ちなみにこの勲章は、今日に至るまで英国王室によって授与されているんだ。そうなんだ。じゃあやっぱりかなり重要なものとされているのはわかるし、アーサー王が当たり前に存在していたと考えられていたんだと思うわ。さらにはこの伝説の王の名前も、現代の王家の人々の名前に取り入れられている。チャールズ皇太子や息子のウィリアム王子と共に正式名の中にアーサーの名が含まれているんだ。そうなんだ。だがこれについてスナイダー氏は、アーサーという名の王子は、その大半が若くして悲劇的な死を遂げている。アーサーという名前は、あまり縁起がいいと考えられていません。とも話しているな。じゃあもしかしたら英国王室はこれまで、積極的に家系図に新たなアーサーを加えてきたわけではなかったのかもしれないわね。それにしてもアーサー王が現在に至るまで様々な影響を与え続けていることは間違いないと思うわ。果たして本当に実在した人物なのかしら。もしそうだとしたらテンタジェルとどのような関係があったのかも気になるところだよ。今はまだわからないが、もしその全貌が明らかになれば、このテンタジェルで発見された出土品も歴史的な大発見となるかもしれないぜ。
次に紹介するのは氷原で見つかった謎のバイキングの跡だ。バイキングってよく聞くけど、これはどういうものを指すのかな？バイキングは8世紀末から11世紀中頃までヨーロッパロシアに侵入、略奪と、商業によって大きな影響を与えた北方ゲルマン族の総称のことだ。これはノルウェーの考古学チームが、ノルウェー鉱山に広がる約24ヘクタールの氷原において、氷から溶け出てきた矢を何十本も発見したという話だ。中には6000年前の矢もあったんだぜ。そんな氷の中から矢が？しかも何十本も出てきてその中には6000年前のものがあったなんて、そんなの知ったらみんなめちゃくちゃ驚いたと思うわ。この矢は異例の高温となった2014年と2016年の夏に、ラングフォンネ氷原で行われた遠征調査において、トナカイの骨と角も大量に発見されたんだ。このことから漁師たちが何千年もの間、この氷原を利用していたことが示唆されていたんだぜ。またその間、彼らが使う矢の素材は石や淡水貝から鉄へと進化したものの、その狩猟技術は変わらなかったこともわかったんだ。確かに近年は異常気象で暖かい日も増えてきたもんね。氷原やその周辺はこれまでと違って溶けてしまっている場所も多いと思うわ。でもそんなところから矢が出てくるなんて誰も想像していなかったでしょうね。具体的には何本くらいの矢が見つかったとされているのかしら？研究チームは11月25日付でとある学術誌に論文を発表し、この発見について明らかにしたんだが、融解しつつある氷原とその周辺からは完全な矢と、矢の一部が68本及び矢尻が5個発見されている。実はこれまでも氷の中から矢が発見されるというのはたびたびあったんだが、さすがに68本という数は世界的に見ても特別多い数と言われているな。そうだよね。しかも古いもので6000年も前のものだなんて、びっくりよ。6000年前って言ったら日本はどんな時代だったのかな？まさかの新石器時代だな。ちなみに新しい矢だと14世紀のものだと考えられている。年代に結構差があるのも気になるところだわ。さらに矢が存在した年代を鑑定したところ、当時の人々がラングフォンネ氷原で、どのような活動していたのかが解明できる可能性があるとも言われていてだな。さっきこの氷原ではトナカイの骨が多く見つかったと言っただろ？だがそれと同じ時期に使用されたと思われる矢は発見されていないんだぜ。じゃあこの矢とトナカイなどの動物は関係性がないってこと？ああ、このことからおそらく当時の人々は氷原で狩りをしていなかったと考えられている。当時のトナカイはイタチ科の肉食獣であるクズリの食用で捕獲された後、食べるために雪の中に埋められていたと考えられているんだ。だがここで発見された矢を放射性炭素年代測定したところ、バイキングが活躍した時代の西暦600年から1300年には従来とは違った活動が行われていた説もあるんだぜ。それはつまりどういうことなのかな？これによって人々がラングフォンネ氷原を、どのように利用していたのかの解明に役立つ手がかりが得られるってわけだ。例えばこの時代の発見物には矢が多かったものの、逆にトナカイの骨などはほぼ発見されていない。このことから当時の人々は狩猟したクズリが殺したトナカイについても、氷の中から取り出して毛皮を剥いで角を取り、商品として売っていたことが考えられるんだぜ。なるほどね。確かにこれらの痕跡はとてもじゃないけど偶然起きたこととは思えないわ。氷原が融解することによって古代に何が起きていたのかわかることもあるんだなって思ったよ。ところでこのように氷原での調査が行われたのはいつ頃のことなのかしら？氷原で体系的な考古学調査が始まったのは今から約20年前のことだ。それ以来ノルウェーや北米の氷原からは、大昔の遺物がほぼ完璧な保存状態で見つかっていて、こうした遺物の一つ一つに道具作りの技術や狩猟の習慣に関する情報が含まれているというな。うんうん。その中でもこのラングフォンネ氷原は特に注目されていた氷原だったのかな？そうだな。ラングフォンネ氷原は最も早くから注目された氷原の一つとされている。そのきっかけは2006年の夏に地元のハイカーが氷原の端で3300年前の革靴を発見し、考古学者のラース・ピロ氏に情報を提供したことだったとされているぜ。ピロ氏は現在インラント県文化遺産課に所属しており、今回の論文の共著者として活動している人だ。ピロ氏はこの時この氷原において何か気づいたことがあったのかな？彼は山の氷原に遺物が保存されている可能性があることに気づいたんだぜ。それ以来、ノルウェーをはじめ、各国の研究者たちは氷の上や、周辺にある遺物の分布について調査を進めるようになったんだ。その分布について調べることで新たに何かがわかるんでしょうけど、具体的にはどんなことがわかるとされているのかしら？これについてもさっきのトナカイの時と同じく、氷原がいつ、どのように利用されたのかとか、あるいは氷がどのように成長していったのかがわかるのではないかと考えているぜ。氷原ってゆっくりと流れる氷河とは違って長い間に拡大、縮小したりすることはあっても、別の場所に移動したりはしないもんね。
そうなると研究者たちはラングフォンネ表現のような場所で気温上昇が起きたら、内部に閉じ込められていた異物が新しいものから順に溶け出てくると思っているに違いないと思うわ。それについてピロシは、氷はタイムマシンのようなもので、氷の上に置かれたものは全てその場に留まり、保存されるのだろうと考えたのです。と言っている。また一方で近年氷が驚くべき速さで溶けていることに対して苦言を呈している学者もいるのも事実。ある学者が調査したところ現在のラングフォンネ表現の面積は、1990年代後半と比較すると半分ほどになっているというんだぜ。これは中世の商業期と比較すると 10% ほどなんだ。そんなに面積が減ってしまっているの？気温上昇が及ぼす影響って私が想像しているよりかなり大きいかもしれないわ。当然、今私たちがこうやって話している間にも表現は溶け続けているわけだ。氷の中に存在している謎を解明するには氷が完全に溶けてしまう前に、多くの情報を集めないといけないんだぜ。表現の研究や調査は時間との戦いとも言えそうだね。最後に紹介するのはアサシンについてだぜ。アサシンって暗殺者とか暗殺団とか、そういう意味を持つ言葉だよね。確かに現在、アサシンはテレビゲームやアニメなどで暗殺者として登場することもあるが、現在のイメージはフィクションの話を盛り上げるために脚色されていると考える方が自然だ。そうなの？じゃあ本来のアサシンって言葉にはどんな意味があるのよ？このアサシンという言葉はニザール・イスマイルという、イスラム教の一派に対して使われていた別称に由来するものなんだぜ。ニザール・イスマイルっていうのは一体何なのかしら？彼らはイスラム教シーア派から分派した秘密主義の集団で、短命だが政権を樹立していたんだ。アサシンについて話をする前に、そんな彼らについて少し話をしよう。このニザール派の起源は西暦632年に起こったイスラム教最初の分裂にまで遡るんだが、預言者ムハンマドの後継として、誰がイマーム、すなわち指導者となるかをめぐる議論が起きたんだ。その議論をきっかけにイスラム教徒はシーア派とスンニ派に分かれたんだぜ。イスラム教の中にもいろいろな派閥があるのは知っていたけど、このような背景があって派が分かれたっていうのは知らなかったわ。またその後9世紀になるとシーア派内部で再度指導者についての意見の相違が生じ、イスマイルという名の指導者を支持する者たちは、分裂して独自のイスマイル派を形成したんだ。さらに別の宗派が現れたわね。そんなイスマイル派の指導者が没した後の1095年のこと、カイロを首都とするファーティマ朝を支配していた、後継ぎと目されていた息子のニザールを退けて、ニザールの弟が即位したんだぜ。そこでニザールは一時的にアレクサンドリアを占拠支配したが、早々に処刑されてしまっているな。そんな、じゃあこの後ニザールを支持する人たちはどうなっちゃうわけ？彼らはペルシャに逃れ、そこで独自のイスマイル派を作り独自の指導者をいただくようになる。イスマイル派の布教者ハッサン・イサッバーフが、ここではニザール派の指導者となっているぜ。そんな歴史があったんだね。ところでこのニザール派って正直あまりいいイメージがないんだけど、それはどうしてなのか理由とかはあるのかな？実はこのニザール派、秘密主義を貫き通していた宗派でだな。そのため大敗的な異端者として喧伝されたこともあり、ニザール派はシーア派からもスンニ派からも嫌われることになったんだ。今の私たちにあまりいい印象を与えないのはそのような背景が関係しているかもしれないな。なるほど。ニザール派はシーア派、スンニ派の両方から嫌われてしまったから次第に敵が増えていったんだね。こうして多くの敵に四方を囲まれたニザール派の人々は自分たちが生き残るための行動をとった。彼らはペルシャとシリアの山中に要塞を作り、フィダーイと呼ばれる選抜戦士団を結成したぜ。フィダーイっていうのはどういう意味なのかな？これは自己犠牲にする者たちという意味があり、このフィダーイは後にその献身的な情熱と残忍さで知られるようになるんだ。ニザール派は敵が多いから自分たちで工夫して身を守らないといけなかったんだね。彼らは何か攻撃とかはしなかったのかしら？残念ながらニザール派は敵が多かったため一般的に用いられてきた戦術ではなく、特定の敵を標的にする暗殺を用いるようになっていたんだ。そのためフィダーイでは潜入や殺人、拷問などの戦術を取得することはもちろん、それに加えて自分の死も受け入れる訓練も行われていたというな。自分の死も受け入れるなんて、そんな物騒な。でもそれも当時生き延びるには必要なことだったんでしょうね。ああ、そのこともあってか次第にフィダーイの存在はイスラム圏の人々に恐れられるようになっていった。あのキリスト教の十字軍でさえもフィダーイを恐れていたとされているぜ。キリスト教十字軍って中世に西欧カトリック諸国が、聖地エルサレムをイスラム教諸国から奪還することを目的に派遣した遠征軍のことよね。当時かなり力を握っていた軍団だと思うけど、そんな十字軍ですら恐れていたなんて、このフィダーイがかなり脅威な存在だったことがわかるわ。
ただまあ、実際にはニザール派は状況によっては十字軍と同盟を結ぶこともあったようだけどな。ここまでの話でニザール派が暗殺を行うようになったのは、当時の宗派の勢力が関係していることがわかると思う。しかし歴史家は、ニザール派がゲリラ戦術を行使する理由を理解しない西洋人たちが、彼らはハシシのような麻薬を盛られて行動しているに違いないと決めつけたと考えているぜ。それはどういうことなの？というのも他派のイスラム教徒がニザール派のことを、アラビア語でハシシの乗用車を意味するハシシンと蔑んで呼んでいたというんだ。やがてこのことが十字軍に伝わり、結果的にハシシンは西洋的な発音のアサシンへと変化したんだろうと考えられているぜ。まあ確かにこの話をそのまま聞いた西洋人なら、彼らをそのように感じたのも無理はないわよね。この誤った認識から生まれたこの言葉が最終的に、現代英語において暗殺者イコールお金で殺人を請け負う者を意味するようになったってわけか。ちなみに少し余談だがマルコポーロに代表される旅行者たちも、暗殺教団をめぐる不気味な伝説を広める上で一役買っていたという。彼らが伝えた話の中にはフィダーイは山の老人の虜にされていたというものがあってだな。何でも発散の後継者である山の老人は、薬を使って若者たちを酩酊させた上で、城塞の中に自らが作った大敗的な楽園へ連れて行くとの約束で誘い込んだというんだ。それで戦いに向かわせると噂されたってことなのね。イスマイル派についての神話は恐怖とか、敵外心とかそういうものを感じるわ。その後アサシンは次第に現代のように、お金をもらって標的を暗殺する人というイメージが定着していったんだ。ちなみにこのイスマイル派の国っていうのはどのくらい続いたのかな？約166年間続いたものの、1219年にイスラム世界の征服を開始した。モンゴルの攻勢には耐えきれず、次々に要塞を失っていくことになってしまった。すべての拠点を失うと生き残ったニザール派の人々は散り散りになって逃げていったぜ。そうだったのね。でも今でもニザール派って存在しているわよね。自分たちの国が崩壊してから数百年くらい経っているはずなのに。そうだな。今日、イスマイル派の信徒は世界25カ国以上に約1500万人が存在し、同派はシーア派の中で2番目に大きな分派となっている。またイスマイル派の大半がニザール派であり、シャーカリムアル夫妻に石をアーガーハーンとしていただいているぜ。アーガーハーン？アーガーハーンというのは、19世紀以降、ニザール派の指導者を表すとして使われてきた称号だな。良くも悪くもイスマイル派はかなりインパクトのある存在だったことがわかるわ。暗殺の時代が遥か昔に過ぎ去ってもニザール派にまつわる不道徳かつ不正確な伝説は、現代の大衆文化の中で生き続けているんだもんね。現在ではこのニザール派が行っていたと言われている暗殺などの話は、日本でもエンタメなどの題材として使われることが多い。だがこのエンタメの中に描かれている秘密主義で壮大なアサシン教団が存在したことを、歴史的に裏付ける事実は、実際には存在しないんだぜ。それもなかなか不思議な話だよね。それにしてもアサシンの由来は、かなり複雑な時代背景を思わせると思うわ。ここまで様々な考古学的謎を紹介したが、正直どれもまだ 100% 完璧に分かっていることではない。今後どのような研究が進むのか楽しみにしているわ。ということで今回は近年解明された考古学的謎について話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？これまでわからなかった謎が現代の科学技術で解き明かされるのは面白かったわ。でもまだまだわからないことはたくさんありそうだし今後どのような調査の動きが見られるか注目ね。まあ長年考古学者たちもかなり頭を悩ませているわけだしな。もう少し時間はかかるかもしれないが、これだけわかっていることがあるのは嬉しいことだろう。今後どのような調査が進められるか、かなりワクワクさせられると思うぜ。私もこれらの調査について、今後よく情報を追ってみようと思うわ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。